おはようございます。今日はとある用事があって埼玉県の春日部駅に来ております。今ですね、朝の6時35分ぐらいですね。それでは早速ちょっと朝ごはんを食べに行きます。さて、先ほどの春日部駅西口の広場にいるんですけど、ご覧の通り今日の朝食は随分と質素です。ただこれには理由があります。今日の夕食が高級焼肉だからです。たまには豪勢に行きたいと思い、何ヶ月も前からやりくりして今日やっとのことでありつけました。ただほんの少し予算オーバーをしちゃったから、その分だけ朝食を切り詰めてこんな感じになりました。それでは早速、まあ少ないですけれど朝食をいただこうと思います。いただきます。ごちそうさまでした。朝食も終わったんですけど、今まだ7時前なのでもうちょっと時間に余裕がありますね。ちょっと今朝のニュースでも確認しますか。今日はどんなニュースがあるのでしょうか。ここで臨時ニュースです。埼玉県春日部市で凶悪犯が逃走中です。逃走中なのは全国指名手配中の男で、山根慎之助。罪状はコミュ障ぼっち罪。付近の住民の皆さんはくれぐれもご注意をしてください。見かけた場合にはすぐに110番通報をしてください。非常にまずいことになりました。私何もやった記憶がないのに、テレビで凶悪犯として、指名手配されてしまい、追われる身となってしまいました。ということで春日部にいるとちょっと住民に密告されて逮捕されかねないので、いち早くこの春日部から離れたいと思います。そしてちょっとある情報によると、この陰謀をばらまいている敵の組織がの本拠地が静岡県の熱海にあるということで、ちょっと敵のボスに会って、とっちめてやろうと思います。なので今から春日部から、熱海に向かいます。はい、改めて本日は2003年公開の劇場版クレヨンしんちゃん第11作嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードで、野原慎之助が自宅のある埼玉県春日部市から敵の組織有限会社スイートボーイズのある静岡県熱海市までの移動が本当に実現可能かどうかを検証いたします。ただ細かなルートなどは映画で詳細が明らかになっていないので、劇中の風景などから分かる部分をなるべく忠実に再現しようと思います。それではまず今回の企画のルール説明をいたします。1、埼玉県春日部市から静岡県熱海市に至る一連の物語は1日の出来事だということです。2、野原一家が家を出たのは朝食の時間なのでおおよそ7時から8時の間です。3、野原一家はヒッチハイクで一度荒川の河川敷まで行くが、まあ、そこで有限会社スイートボーイズと乱戦になりチリチリになってしまいます。その後慎之助は文字が読めず走って一度春日部に戻っています。なので私も一度、まあ、本当だったらですね、春日部から直接自転車で熱海に向かって向かいたいんですけど、まず一度荒川の河川敷まで行って再び春日部に戻ってっていう、まあ、この流れをやらないと新之助の動きの再現にはならないので、今から泣く泣く荒川に向かいます。まあ、ただヒッチハイクの再現は運命的な出会いがない限り難しいため、今回はですね、まあ、特別に公共交通機関を使ってまずは荒川へ行きます。4、その後春日部防衛隊のメンバーと共に再度熱海を目指す。ただ遊園地のシーンが途中あるんですけど、そこまで新之助は風間くんの自転車の後ろに乗せてもらっているんですね。なので新之助は漕いでいないんです。ただ、まあ、正確なその遊園地の位置、まあ、おそらく富士急ハイランドがモデルだと思うんですけど、位置的に矛盾点がありましてちょっと再現が難しいということと、あとは自転車の2人乗りは道路交通法上の問題があるため、まあ、今回は春日部から自転車で最初から1人で漕ぐこととします。5、まあ、上記の条件を満たし最終的に新之助と一家が再集結した熱海親水公園をゴールとして目指します。映画で新之助は日が暮れる前に熱海親水公園に到達しているので、これらのコースを5歳児が完走したのはもう恐ろしいことだと思います。ただね、25歳児の私にできないはずがないということで、ちょっと今回は野原新之助に負けないようにこの地獄の焼肉ロードを完走したいと思います。あれがおそらく映画に出てきた橋のモデルの場所ですね。それでは準備運動も終えたので早速春日部に向けて走っていきたいと思います。 Google マップさんによると21キロ。それでは現在時刻9時6分、今から春日部に向けて約21キロの道のりスタートしたいと思います。
ちょっとね、もう運動全然してないんで、まあ、怪我にだけは気をつけていこうと思います。一応この走ってることを証明するために、ナイキのナイキランというランニングアプリを立ち上げました。でこれでですね、走ったペースとか、走ったと場所が地図上に表示されるので、まあ、これで本当に走ったってことが、分かるかと思います。さっきの差し扇駅ですね、まあ、電車で春日部行けば20分ぐらいで戻れるんですけど、もう残念ながら無情にも私の足は前へ前へと春日部へ向けて走り出しました。それでですね、今ちょうど10時出発して1時間弱が経ってまだ大宮にも着いてないんです。ここ目の前の道が中山道なんですけど、案内標識見ると、こっち南側が大宮、北側が上尾になってます。これは、映画の中でしんちゃんが走ってた道にあった案内表示と全く一緒ですね。まあ直進方面が春日部じゃないので、まあ、若干違うんですけど、まあ、上尾と大宮は一緒なんで、まあ、およそしんちゃんと同じ道をたどってると考えていいんじゃないでしょうか。これは嬉しいですね。今埼玉市の蓮沼っていうあたりにいます。見沼区ですかね、住所で言うと。今開始1時間37分でだいたい10キロをちょっと超えたぐらいですね。 10.44 キロメートル。ようやく春日部の文字が見えてきました。あとですね、春日部駅まで残り4キロぐらいのところで今サイクルベース朝日さんってところに着きました。でなんでここに寄るかというと、まあ、私自転車を持ってなくて、で、まあ、レンタサイクルで熱海まで行こうと思うんですけど、まあ、春日部に残念ながらそのレンタサイクルの、まあ、ちょうどいいのがなかったんで、まあ、ちょっと4キロぐらい手前なんですけど、この岩槻の朝日でこの予約してあるんで、このレンタサイクルを借りて、でまあ、もちろん私ズルはしません。これを自転車を押して春日部まであと4キロ、まあ、4キロぐらいなんです。1時間弱で着くと思うので、それで春日部まで行ってからこれに乗って、で熱海に行きます。ではちょっと借りますね。無事に借りることができたので、これですね、この自転車を春日部まであと4キロこうやって押して歩こうと思います。今12時20分歩き始めて3時間20分なんですけど、ようやく春日部市に戻ってまいりました。いや、長かった。春日部の佐藤九日堂が見えてきました。そして長い道のりの果てについに春日部駅に到着しました。はい、というわけで、春日部駅に着きました。荒川の河川敷を9時過ぎに出て、今が、1時20分ぐらいなので、だいたい4時間とちょっとですね。一応ですね、しっかりランニングのアプリの方も測ってきたので21キロ、これ証拠ですね。ちゃんと自分の足で来ましたよっていう、こうね、証ですね。はい、そういうことで、荒川の河川敷から春日部まで今日は20キロを歩くという企画でした。ご視聴ありがとうございましたっていうのは冗談で、まあ、ここからさらに140キロあたりまで今度はこの自転車を漕いで行こうと思います。これ今1時20分なので、140キロ、それでは出発します。7時間ぶりの荒川です。今埼玉県の志木市に入ったあたりなんですけど、4時15分ちょっと前、
15時なんで、スタートが1時半ぐらいだったので、2時間半ですか？あ、違うわ、3時間半でようやく東京都に入りました、清瀬市。けど、ちょっとずつ暗くなってきて、まだまだ静岡県までは長いです。もう足がパンパンです。もう日没になってそろそろ空が暗くなり始めていますが、現在時刻が18時55分ですね。まあ、この時点で映画でしんちゃんが成し遂げた日暮れ前までに人生公園にたどり着くという偉業は達成できませんでした。ちなみになんですけど、春日部から熱海までのまだ半分行ったか行ってないかぐらいなんで、もう本当にしんどいです。お腹も空きましたし、愚直にペダルを漕ぐのみです。もう神奈川県の相模原市に今入ってるんですけど、現在時刻が、午後8時25分ですね。多分なんですけど、海老名のタワーマンの夜景が見えてきました。今神奈川県の小田急線本厚木駅の前なんですけど、今の時刻が9時40分ですね。これ焼肉ロードの映画だと、もう野原駅から多分春日部の家帰って高級焼肉いただきますってやって宴が始まってるような時間なんですが、私はですね、残念ながらまだ担ぎです。ララポート湘南平塚店のレンターサイクルスポットですね。ちょっとね、今使ってるというか岩槻で借りたやつがもう充電が10% も14% しかなくて、ここから熱海はちょっと厳しいので、ここで乗り換えたいと思います。事前にアプリで返却予約を行っていたので、スムーズに返却ができました。そろそろ眠気と体の特に膝、左膝がめちゃくちゃ痛いんですけど、今が23時7分、午後11時7分ですね。はい、国道1号線ようやく小田原の狂気が見えました。小田原まで22キロですね。現在日付変わって0時4分、小田原に到着いたしました。おら、なんでこんなことしてるんだっけ。あ、そうだ、焼肉はかっこいい、かっこいい焼肉にはかっこいいオラがよく似合う。今ようやく小田原市街地ですね。これはもう夜中の1時近いんですけど、ようやく熱海の文字が見えました。あの交差点を左折して135号線に入ります。ここまっすぐ行くと箱根方面ですね。うわ、一気に暗くなった。うわ、怖いな。真っ暗でめちゃめちゃ怖いんですね。道も狭いですし、車も飛ばしているので、かなり恐怖心を感じます。左側には海があるんですけど、もうこんな夜遅くの真っ暗な海って本当に怖いですよね。とにかくいち早くここもうダッシュで抜けるしかないですね。
あ、ようやく歩道みたいな。バス停か。しっかりここで。やばい。ちょっと予想以上に怖い。今謎の山道を抜けて県道740号線を走ってます。これは夜の無人の真鶴駅、そして熱海まであと10キロ、いよいよラストスパート。しばらく人里離れたところにいたんですけど、久しぶりに街の明かりというものを見た気がします。これは現在湯河原の市街地ですね。ようやく静岡県熱海市に入りましたと思ったら、またこんな道が続くのか。ああもうしんどい。せめてもの抵抗で赤になるギリギリに出発します。ゴというわけで熱海親水公園に到着しました。いや本当にきつかったんですけど、1時半ぐらいに春日部を出発して、現在時刻が深夜の2時、まあ、ちょっと前に着いたので2時40分として、まあ、大体13時間。でまあもう皆さんお察しの通り、クレヨンしんちゃんの野原しんのすけは一連の移動を日が暮れる前ここ到着したので10時間かかってないぐらいで成し遂げたんですよ。でただ25歳児の私には到底不可能で、朝7時半ぐらいに春日部を出て一度電車に乗って荒川まで行って、そこから20キロ走って春日部まで戻り、そこから自転車で熱海まで140キロ、ようやくたどり着いたんですけど、まあ、合計すると19時間、私が19時間でしんのすけが、まあ、10時間ぐらい、まあ、大体2倍ぐらいの差が開いてるわけですね。いやもうさすが国民的アニメで主役を張ってるだけのことあって、運動能力も桁外れ、もう私なんかにはかないませんということが分かりました。やっぱりですね、アニメのキャラクターの真似なんてしない方がいいですね。もう体ボロボロですよ。はい、ということで映画クレヨンしんちゃん嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードで、野原しんのすけと同じ春日部から荒川河川敷に行って再び春日部に戻り、熱海に行くのを一日の間にできるのかという検証ですが、残念ながら日をまたいで2時半になってしまったため、できません。電動自転車とはいえ、もう相当足もパンパンで、あさっての会社に行けるかどうかも危うい状況です。私は帰って寝たいですが、今から自転車を返却しにまた 2,3 時間漕がなければならないと思います。まあ、でも面白い映画なんで、もし見たことない方はぜひネットフリックスで見れるので見てください。見たことある方も久しぶりに見ると、腹を抱えて笑うと思います。何度見ても飽きない名映画嵐を呼ぶ栄光の焼肉ロードを皆さん今後ともご贔屓によろしくお願いいたします。それでは、ご視聴ありがとうございました。